さんこんにちは。こんにちは。ウーアチャンネルのしろっこです。せこです。よろしくお願いします。お願いします。はい。前回ですね、はい、こちらの商品を紹介させていただきました。エアブラシ。はい。タムコンフレアですね。タムコンフレアね。タムコンフレアを紹介していただきまして、はい。次回、色を塗るということだったんですが、色を塗るためには何が必要ですか？色を塗るためには、もう塗料がいる。塗料がいるよね。はい。塗料がいるということで、今回店員さんにお勧めしてもらった塗料購入してきたんですが、はい、その塗料をね、ちょっと一個一個紹介していきたいなと思います。なるほどね。はい。塗装するにあたって、うん、そのエアブラシを使うメリットといたしましては、はい、とにかくカラーが安い。カラーが安い。そう。缶スプレーを使用すると1個600円から700円近くするじゃないしますね。高いものは1000円とか1500円するじゃないですか。高いです。でもエアブラシのカラーは180円。うわ安っ。1個180円。マジで。今回はその中でもちょっとお値段高い1つ200円、はい、ガイアノーツっていうメーカーさんのカラー購入しました。これがね、店員さんがもうすごい発色が良くておすすめだよと。発色いいのはいいよね。そうですね、うん、ということでまず購入してきたのが、まあもう絶対いるよね、ホワイト。これはもうでかい瓶で買ってきました。これね、こんだけあったらめちゃめちゃもう一時なくならないって言ってたから。これがでかい瓶が1個でしょ。でかい瓶のホワイトとで黒、そしてシルバーと。あ、シルバーもよく使います、ね、シルバーもよく使うからね、はい、この3つはでかい瓶で購入したんですが、うん、まあ、あとは小さい小瓶で購入してみました、はい、で今回購入した色がもう全部クリアで、クリア、うん、だってクリア、とりあえずクリアで集めておけば透明にもできるし、はい、裏から黒拭いたり白拭くなりシルバー拭いたりすればクリアでなくなるんで。そうですね、うん、ということで今回クリアで揃えてみました、はい、まだまだね色たくさんあるんで。そうですね。そう、2、300種類あるよね。結構ありましたね。あるんで、はい、あれもできればね最終的には全部揃えてみたいですね。全部あったらすごい数ですね、はい、ということで今回購入したのが、はい、クリアパープル、クリアオレンジ、クリアブルー、クリアピンク、クリアイエロー、クリアレッド、ね、クリアグリーン、そしてクリアブラック。ブラック、クリアブラック、うん、これもね結構必要だと思う。なるほどね。ミニ四駆のキャノピー部分とか、はい、ちょっとスモークにしたいじゃん。薄く塗りたいね。そうつけるように。そう、透けさせたいでしょ。真っ黒はちょっとね。確かに。で、そしてですね、塗料をねこう行き来させるためのスポイト。なるほど ね、これは必要です。こちらも店舗のね、はい、店員さんから教えていただきまして、これを使いました。これだけじゃ使えないんですよ。ああ、これだけじゃダメだ。濃いすぎるから薄めないといけない。これをだからね、さらに薄めて量を増して使っていくんですよ。あ、結構長持ちするね。そう、結構長持ち、少ないかなって思うかもしれないですけど、3倍ぐらいに増やすんで、うわ、結果的にはね結構な量になるんです。これの3倍、うん。使用するのがガイアノーツ。ガイアノーツ、ガイアノーツの薄め液1リットル。おー、1リットル。だから変な話すると、はい、1リットルあるって思ったり。あ、そうですね、うん、はい。まあこれが全体で15ミリリットルあるんで、はい、カラー自体は45ミリリットル入ってる。まあだからこれ1本1リットル買っておけば、うん、まあ、そうそうなくなることはないと。1リットルあればだいぶありますからね。これで1000円だからね。1000円ちょっとだから、はい、これがまた分割されるからね。そう、うん、これ200円で1個買っとけば、まあ、こう分けることによってこれが3倍の量になりますからね。安い。そう、お得なんです。お得ですね。で、そしてカラーを使った後、まあ、エアブラシっていうのは洗わなきゃいけないんですよ。はい。そう、洗うためのものがこちら、ツールウォッシュ。ツールウォッシュ 500ml 中をね、ゆすいであげると。なるほどね。いうような感じになります。まあ、こちらがちょっと高くて 500ml で1800円ぐらいかな。こちらもガイアノートさん。高いね。まあでも洗浄は大事ですからね。そうそう、洗浄大事だからね、うん、これが一番多分大事になってくるんじゃないかな。そうですね。綺麗に保たなきゃいけないので、はい、まあ、これは必ず綺麗に取っておく必要があるかなと思います。で、そして色作るじゃないですか。はい。で、またこの中には戻せないんです。ああ、まあね、入らないし、この中には戻せないんですよ。戻せないので、作ってしまった色っていうのをちょい置きするためのもの。瓶ね。そう、はい、で1年ぐらいなら全然持つらしい。一回色作って。あ、そうなんだ。そう、まあ、じゃあもう全然、そう抵抗なく作って、そうちょっと多めに作っちゃってもいいのかなという感じになります。はい。カラーをね行き来するためにね、100均で買ってきました。カニの身をすくう用のスプーン。カニのやつね。だって本当にこれ用のやつを買おうとしたら、はい、めちゃめちゃ高い。高かったね。そう、1000円ぐらいするんですよ。はい、スプーンで1000円します。スプーンで1000円するから、はい、まあ、ちっちゃいスプーン、ね、代用でもいいということだったんで、はい、これで、まあ、すくえれば何でもいいですね。これでやっていきたいと思います、はい。で、本日塗るボディですね、うん、塗るボディはこちらウィニングバード。もちろんウィニングバード、ウィニングバードを塗っていきたいと思うんですが、はい、ちょっと、ね、色決めかねるよね。まあ色決めかねるけど、大体の感じでちょっと今回は作っていってみたいなと思いますので、はい、お付き合いいただけたらなと思います。ということで早速塗装開始だ。じゃあこの中に
はい、1対 2, 1対2薄め液が2、はい、でカラーが1の状態でこの中にカラーをホワイトを入れていきたいと思います。今回はホワイトで、ホワイト全然足りる全然マックスですね。でちょっと使い方わかんないんですけども、どうせ飛ばないと思うんでここに出してみるか。うわ、まあこんな感じね。すごいです。ちょっとカメラさん離れた方がいいかもしれない。そうですね。ちょっとやっていきましょうか、はい、まずは血のところから色をのせていくと、色がのりにくいところからのせていくといった感じでしょうか。おお。わあ難しいな。もうちょっと簡単にできるのかなと思ってたんだけど、難しそうですね。うん、意外と難しいですね。ただ白の発色とかは、はい、すごいいいのかもしれない。お、発色がいい。今回だって缶スプレーだとさ、やりにくいじゃん、はい、白って。それやりにくいですね、確かに。だからおお、いいんじゃないですか。いや難しいわ。なんかね、バシーって出る。バシーこのね、吹き始めがね、わかる、強い。なるほどね、溜まって、ブシュって出て、ふわーって弱くなるから、まあ外側から行った方がいいのかもしれないね。こうやって安定するかも。外から吹いて行った方が安定するかもしれない。なるほど、ね、それかエアー出してから安定させてするのがいいかもしれない。そうですね。とりあえず縁塗っていったんで、はい、これ一回乾かしましょうか、はい、ちょっと小規模な事件があったんですけどね。こぼれてますじゃあほんのりやっていきたいと思います。はい、やっぱ最初が強い。最初エアーだけ出してやっていかないといけないね。ダブルアクション使っていかないとね。いやでもね、このダブルアクションでやっぱ外で一回エアー出した方がいいかも。あー、塗料がブって出ちゃう。なるほどね。ついてる塗料がわーって出てきちゃうから、一回外でダブルアクションと。そう、外でダブルアクション。おお、濡れてますね。まあ、あんまり厚塗りしない方がいいんだろう。あ、外でダブルアクション忘れてた。あ、やばい、慣れが必要ですね、ダブルアクション。これ難しいね。もうちょっと簡単かなって思ったんですけど、まあでも濡れてますね。濡れてる。で、まあ、とりあえず1回これでもう1回乾かして3回目塗っていこうかな。3回目ね。はい、はい、ということで3回目もう最後の塗りですね。やっていきましょう。はい、外でエアを出してこの状態で持ってくる。で色を出していく。塗り方のアドバイスとかあったらね、教えてほしいですね。そうですね、コツとかね。こうほらピーッと、うわ危ない危ない、出てくるんですよ。綺麗に塗れたのではないでしょうか。さあどうだ、表から見るとこんな感じ。おお、発色がめちゃめちゃいいですよ。綺麗、綺麗ですよ。じゃあこれを乾くの待って最後キャノピー部分塗っていきましょうか。はい、ということで、はい、白が塗り終わりまして、まあちょっとマスキング汚いんですが、キャノピー部分塗っていきたいと思うんですけども、はい、多分ね、まあ今回グリーンを使うんですよ。グリーンね。白のところに色がつくと、はい、多分裏側に透けるんじゃないかなっていう考えがあるんですよね。うん、なんで本来は裏から一回黒を塗って、はい、キャノピーを塗るのが正解なのではないかと思うんですが、はい、まあ、今回一応こっちの発色もちょっと気になりますんで。そうですね、裏打ちのね、うん、はい、缶スプレーなら無理ですよ。無理ですね、缶スプレーなら無理なんですけど、エアブラシならいけるかもしれないと思って、ちょっと今回裏打ちをしないでやってみたいと思います。やってみましょう。さあどうなるか。いけたらすごいよね。いけたらいいですね。いきます。緑が来た。緑が攻めてきましたね。ちょっと一回これで乾かしますか。あ、バフーいった。あれ？どうですか？今僕の塗りに今ムラがあるものの、そんなに周りのとこ緑ってなってる。あ、じゃあもう若干透けてるかな。若干透けてますね。若干透けてるね。ちょっと一回乾かしましょう。はい、ということで、はい、まあ、少し乾いてきましたので続きをやっていきたいと思います。で今回ちょっとエア弱くしてみたらどうなんだろうと思って、エア弱くしてみます。一番弱いやつで、うん、あ、ミニ四駆エア弱い方が塗りやすい。全然塗りやすい。あら、弱い方がいいと。全然いい。
はい、ということでこれでキャノピーが塗り終わりました。でこれで乾くのちょっと待ちますか。はい、はい、ということで、はい、完成いたしました。できましたね。これだけじゃないです。今からもうペロリーナペロをしなきゃいけない。そうかそうか、ペロリーナペロをしなきゃいけないので、これ一番楽しみなところだからね。あー来た、みんなと共有しない。いきます、ペロリーナ。うわうわピカピカや。こんな感じになりました。すごいな。でも若干まあここら辺が少し、うん、ほんのり緑あるかなっていうぐらいなんですが、うん、そんなに透けてないね。シルバーでよかったかな。裏映るのはシルバーかな。シルバーでね。うん、でもすごい綺麗。すごい綺麗ですね。ね、缶スプレーではもう再現できなかったこのカラーはね、はい、最高ですよ。最高です。はい。どうよ、やってみて。いや、いいと思いますよ。ちなみにね、カラーが余ったからもう一個作ったんですよ。こちらね、サンダードラゴン。サンダードラゴン。ほら、まあいいね。これ色一緒だけど。一緒だけど、透け具合はどう？透け具合は若干やっぱりほんのり、ほんのり感あり、うん、ほんのり緑ですね。ほんのり感があると、うん、した方がいいね。した方がいい、うん、多分、うん、シルバーで一回裏から塗っておけば大丈夫なんじゃないかと思います。まあ、こっち側から見たらこんな感じなんですが、裏から見るとこんぐらいがっつり塗ってるんでね。そうですね、塗ってるんで透けてないっていう部類に入るかもしれない、もしかしたら、うん、暗くすると透けない。ただこうすると若干ほんのり緑になるかなと、光に当てるというような感じですかね。はい、で今回使ってみての感想なんですが、うん、僕缶スプレーもう今までこう買い替えたのとか考えると、はい、まあ、20缶は軽く超えてるなと思うんですけども、そうです、はい、缶スプレーをじゃあ20缶買うと、はい、1個な消費税で言うと700円は超えてくるじゃないですか。そうですね、ね、700円ぐらいしてくると思いますんで、はい、700円をじゃあ20缶買うと1万4000円なんですよ。1万4000円高いな、ね、うん、で今回購入したタムコンフレア8300円なんですよ。おー買えちゃうじゃん。そうそうそう、8300円にこの塗料あるでしょ、塗料こんだけ全部買って、はい、まあ、2ウォッシュまで買って、うん、でいろいろして1万3000円とか全部で。そうですね、全部で1万3000円なんで、缶スプレーをいっぱい買おうかなと思ってるぐらいだったらでもいいかもしれない。ただまとまったお金はかかるけどね。そうですね、一括、うん、缶スプレーはだってちょっとやりたいなってバッて好きな色取って700円。そう700円、はい、じゃあシルバーと紫にしようと思ったらポンポンとだったら1400円。でもタムコンフレは1回でガッて買わなきゃいけないから、はい、まあ、ちょっとでかいけど、はい、1回買ってしまったらじゃあ自分が長くやる24個を長くやっていくって考えると、はい、安いです。総合的に安いです、ね、安い、断然安い。今回俺がびっくりしたのが、うん、さっきのカニのスプーンあるじゃん。カニのスプーン、このカニのスプーン、はい、めちゃめちゃちっちゃいわけよ、ね、こう先っちょだけちょっと色ついてるでしょ、はい、これをねこれで2回すくっただけでキャノピー2台薄め液で薄めると、はい、キャノピーが2台。うわこれ一瓶で何台ぐらいスポイトあるじゃないですか、はい、スポイトが、まあ、カラーさっきの白なんですけど、はい、1、2、3、4、 4メモリあるんですけど、4メモリと3メモリ合計7メモリですね、はい、7メモリだったんですが1回俺がこぼしたんでそうです、そうですね、俺が1回塗料こぼしたんで、はい、あれを考えるとまあ4メモリぐらいかな。そうです、こぼれたのが3メモリぐらいだったとして、はい、4メモリで4メモリカラー入れるでしょ。入れますね、もうちょっとじゃって、うん、カラー入れて、まあ、こっちを8メモリ分入れると、はい、するとマシンが2台面塗ってますからねこれ全部ね。そう3回ぐらいで1回でなくなるわけじゃないんですよ。もう全然減ってない。めっちゃ長持ちじゃん。そうめちゃくちゃ節約できて。そう節約できて、で今回も何も減ってない。洗ったりしてほぼ新品状態、ね、新品の状態だからねこれも返却できそうですけど。そうですよ、コスパいいですね。コスパがすごくいい。だからてか早い段階で買った方がいい。そうですね、最初に買っといた方が後々楽です、ね、そうです缶スプレーが家に溜まってくる前に買った方がいいかもしれない。そうですねもう家に缶スプレー溜まっちゃってるからもうどうしようか。処理も困りますからね缶の。これラッカー塗料なんですよ。あの本当はねポリカーボネート用がいいらしいんですが、でも多分ラッカーでも大丈夫だということだったんで。そうですね、ちゃんと。でももともとタミヤの あのあれがポリカーボネート用以外はもう全部ラッカーらしい。ああなるほどね、うん、なんで、まあ、ちょっと剥げやすいは剥げやすいんですが、まあ、多分大丈夫でしょうということで今回こちらを使用しました。ポリカーボネート用のじゃあ例えば黒とかのスプレーあるじゃないですか、うん、裏打ちエアブラシやるのめんどくさいでしょ。まあ確かにね、ね、なんで裏打ちするときだけもうでかいスプレーでバーンってやってしまってもいいわけよ。なるほど、大きなところだけね。そう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 、別にエアブラシやる必要ないじゃないですか、うん、なんで
まあ、そういうのもありなんじゃないかなと思います。そうですね、買うしかないでしょ、もう。もうこれ買った方がいいよ、うん、もう綺麗にできる、仕上がりも全然違うんで、はい、白とかね、特にそうですね、缶スプレーの白ね、もうほんと多分ね、発色しないでムカついてる人いっぱいいると思うんですよ。白うぜーみたいになってる人いると思うんですよ。これね、めちゃめちゃ白綺麗に塗れますから。確かに綺麗ですね、はいはい、買ってみてはいかがでしょうか。この動画が面白かったらグッドボタン、そのチャンネル登録よろしくお願いいたします。